はい、一宮の神社に来ました。5時に閉門になるので早めに行きなさいという感じですけど、ね、神職の方帰られちゃってる。今日も閉まっちゃってますね。せっかく参拝しに来たんですけど、御朱印をもらえずに終わっちゃった感じですね。もうちょっと早くですね。やったんですけど、大朝彦神社、大朝彦狼と猿田彦の神様を祀ってますね。なんですけど、神職の方に帰られちゃったんで、早めに参拝して帰りたいと思います。ドイツ星、メガネ星とか書いてますね。ちょっと早く来たかったな。残念ですけど、しょうがないですね。ごめんなさい、残念でした。奥宮もあるみたいですけど、90分かかるそうなんで、さすがに行けないんでやめときます、本殿裏手ですね。今日は日が出ていい感じですけど、さすがにちょっと奥宮は行けないですね、うん、で、拙者がいくつかあって、こちらが豊受社、豊受御神を祀る神社ですね、うん、はい、本殿裏手ですね、神様の一番近いところでお参りしたい方はこちらの後ろ足の真後ろでお参りされたらいいと思います。天照総御神に祀る拙者があるような気がするんですけれども、ちょっと見当たらなかったですね、うん、広い敷地で、うん、素晴らしいとは思うんですが、このゴールデンウィーク中にはもうちょっとお時間長くいただけないかなとちょっと思ったりしないでもないです。機会にちょっと来てみたいと思います。四国まで来るとなかなかね、ちょいちょいとはいけませんけども、なんとか来てみたいなと思っています。大きな木がまた出迎えてくれるんですね。なみ